今日はね、椿がたくさん咲いたので椿の花をたくさん描きたいと思います。今日の紙です。ホワイトアトソンを 22×31cm に切っています。 4P サイズよりこの幅が少しね短いっていう感じですね。絵の具はホルベインです。クリムソンレイキ、オペラ、ピロールレッド、ガンボージーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上8色で描こうと思います。じゃあちょっと色見本をね作っておきます。メインになるのはこのピロールレッドとオペラですね。ピロールレッドの方があったかい感じ、オペラっていうのは、まあ、かなりピンクっぽい色になります。暗いところはこれにクリムソンを足しますね。こんな感じです。でさらに暗いところはセルリアンをこれに足して少しね紫がかった色にします。から真ん中のおしべめしべの部分はガンボージノーバっていうことに、ね、なるかと思います。で葉っぱはサップグリーンにセルリアンブルーあるいはウルトラマリンディープを加え、さらにバンタンバーを加えるっていう感じで暗くしていきますね。こんな感じになるかなと思います。はい、下絵を描いてみますね。今日はまああんまり丁寧に描かずに、こんな風にね生けた通りに描いてみようかなと思います。実際なりに豪華な感じがするかなと思います。今日の光はね右上からにしておきます。真ん中ここなのでこの辺りに、まあ、一番中心となるべき花を一輪ね持ってきますね。で下にねかぶさるようにちょっと見えていますね。でここに器のラインが見えています。まあ、ギリギリここに入るようにね描いてみますね。こんな感じでしょうかね。でここに葉っぱがね、まあ、何枚か出るんですけどあまりたくさんはいらないかなと思います。でこちら側にちょっと横向きっていう感じでね、でちょっとつぼみっぽいまだ完全に開ききってないのがちらっと見えていますね。でここの葉っぱの向こう側に、ちょっとね半ば隠れるような感じで、でここに一輪ねちょっと向こう向きの後ろ姿っぽいのがねこう見えていますね。じゃあ早速ね下塗りに入っていきます。先にガンボージーノーバーを垂らし込んでおきます。こっちのね明るい方にもちょっとね入れておきます。それからこういうしべのあたりですね、この辺もちらっと見えていますのでね、水でちゃんとねぼかしておきます。ピロールレッドですね、まあ、ちょっとガンボージが入ってもいいかなと思いますね。最初はこんな感じで、実際はこういうオレンジ系の色はなあんまりないんですけど一応入れておきます。そしてもうちょっとピロールレッドを増やし、さらにオペラを増やします。さらにクリムソンを増やします。でしっかりぼかします。花びら以外のところにもね葉っぱや空間にも入れています。あまりね花びらの中をきっちり塗り上げるっていうんではなくって、まあ、この辺りの色っていう感じで周りにもにじみ出すようにしますね。はい、一応ね周りを始末しておきます。
線、こういうねラインが残らないように確定した線を書いているわけではないので、まあ、曖昧にしときたいわけですね。はい、そして今度は葉っぱの色に行きます。サップグリーンに、まあ、この辺の赤がちょっと混じって茶色っぽくなってます。セルリアンを混ぜます。で、この辺り、この辺り、この辺りね。で、だんだんウルトラマリンディープを増やしていって、さらにバンタンバーも増やしていってということで、かなりね、こう暗くなりますよね。からここの器のね、この底辺のところ、ここもね、ちょっとね、描いておきますね。はい、これもしっかりぼかします。鉛筆のラインに沿って塗ったわけではありませんよっていうことですね。はい、これも取っておきます。で、ここがちょっとね開くのが気になりますので、セルリアンブルーとバンタンバーを混ぜて、灰色っぽい青色みたいなね感じの色ちょっと置いとこうと思いますね。からこのあたりもね。からここの明るい方はね、ちょっとガンボージーとウルトラマ、サップグリーンをある程度混ぜて置いておきますね。あんまりここがポーンと開くのはよろしくないので、まあちょっと明るい方っていうことでね、明るい色を置いてみました。はい、これもね取っておきます。この辺のにじみがちょっと物足りない感じがしますので、クリムソンとオペラを混ぜて、この辺にねちょっとこのような感じで垂らし込んでおきますね。これ別にここに花を設定してないんですけど、まあ赤が主役の絵ですので、少し後ろの方にね、椿あってもおかしくないよっていう設定で、ちょっとこの辺にも垂らし込んでおきます。ここもちょっと物足りないんで、同じ色をねちょっとここにもね入れておこうと思います。ウルトラマリンディープもねちょっと足しておきますよ。こんな感じでね、ここら辺を暗くしとかないと、まあ他があんまり明るく感じないっていうことになりますのでね。はい、下塗り完成ですので、ちょっと乾かしたいと思います。はい、それではね乾きましたので、少し細かい作業に入っていこうと思います。ここのねおしべめしべの周りですよね、少し影になるので暗いわけですね。クリムソンレーキとオペラセルリアンですね、少し紫に傾けてここに置きます。で、水筆で周りへぼかします。周りをねすぐもう吸い取っておきますね。少しねピロレートも入れながら、この花びらとこの花びらの境目ですね、からこの花びらとこの花びらの境目、こちらの境目、要するに下になった方の花びらに色を置いて周辺に向かってぼかすっていう作業になります。ここですね。で、これもちゃんと途中でやめておきます。最後まで持っていくと全部潰れてしまうので、必ず途中でさっさと始末をしておきます。からこちらの花びら の, 重なりは細いので、あまりべちゃっと塗ってしまうと潰れてしまいますので、こういうふうにライン取りをしますね。で、少しだけ中に向かってぼかします。これもねあんまり広げないで、即ね
こうやって取っておきます。こうやってね、徐々に花びらの形が出てくるわけですね。でこれなんかは下の花びらが重なり合っているわけです。なのでここは下の花びらを描かないといけないので、まあ、ちょっと暗めのね、紫がかった色にしておきますよ。例えばこんな感じにね、まあ、影が投影してますよっていうことなので、かなり暗くっても大丈夫かなと思いますね。はい。でこれなんかは少し黄色を入れ、こちらは紫を多めにするっていうことで、こちらから徐々に暗くしていくよっていうことでやってみますね。葉っぱと花の境目をね、確定していこうと思います。青みが強い方がいいと思いますので、ウルトラマリンディープとサップグリーンバンタンバーですね。例えばここのこの縁、これを葉っぱの先端に向かって伸ばすっていう作業になります。例えばここですね、ここを確定します。でこうやっていくと、葉っぱのあるところに関して言えば花びらの縁取りが確定できるっていうことになるわけですね。と例えばここですね、はい、こんな風にね、徐々にね確定していってみますね。これなんかはね、こういうところから出ていますので、ちょっと緑を増やしますね。少し、沈んだ感じになったかなと思いますので、もうちょっと緑を増やしておきます。はい、じゃあちょっと葉っぱを描いてみますね。じゃあここでね、ちょっといらない鉛筆の線をね、少し薄くしておきますね。はい、そしてこれが幅が狭い感じがしますので、こちらへ伸ばしますね。まあ、横広がりにした方が安定するかなっていう気がしますので、これを、この辺りまでね伸ばしておきます。こういう感じですかね。葉っぱをね、ちょっと先をくるんくるんこう曲げてるんですけど、全部曲げちゃうとちょっとまずいかなと思いますので、少しね削っておきますね。ちょっと尖りすぎてた感じがします。この辺もね、ちょっとピンピンとんがった感じがしますので、削っておきます。じゃあもうちょっとね、はっきりさせておくべきところをはっきりさせますね。きちんと描きすぎないっていうところは必要かなと思うんですけど、まだちょっと曖昧すぎるっていう感じがしますので、少しねはっきりさせますね。例えばこの真ん中の花のね、ここがしべで、ここから花びらがこう展開してるんですよっていうところなんですけど、もうちょっと細かくね、花びらの重なりをはっきりさせようと思います。ここですね、ここにこの継ぎ目が、継ぎ目というか重なりがこう見えているわけです。そういう重なりが今のところ全体的に塗ってはいるんだけど、その細かく分けていないっていうことです。これでかなりはっきりしてきたと思います。反対側からはちょっとだけ符を入れて、例えばここの花びらのこういう符の模様をね、ここに入れることによって、花びらは実はここまであったんですっていうことがまあ分かるわけですよね。まあ、模様ですのでね、必ずしも比だときっちり重なるわけではないんですが、大きなカーブなんかはそれに沿った
模様になるわけですね。例えばここだと、ここが花びらの一番端っこなので、ここまで模様がありましたっていうことで、花びらの端が確定できるわけです。だからここだと、まあ、こういうことになると思いますね。まあ、あまりね、あの模様をいっぱいいっぱい描きすぎない方がいいと思います。最小限でいいんじゃないかなと思いますね。はい、それから真ん中のおしべめしべなんですが、黄色だけでいくとちょっとまあ物足りないので、少し赤を混ぜる、あるいは茶色をちょっと混ぜて暗いね黄色にします。しべとしべの隙間なんですね、これ。だから隙間を塗ってるわけであって、飛び出したところを塗っているわけではないよっていうことです。花粉の袋ですね、ヤクの部分のくぼみです。それからしべの隙間です。はい、こんな感じです。葉っぱの葉脈を描いていません。なので葉っぱの葉脈も何本かは描いておかないといけないかなと思いますね。で、まだちょっと足らずの葉っぱを少し描き入れます。それからここの後ろの花ですね、少し花のアウトラインを出そうと思います。何色で描くのがいいのかなっていうことなんですけど、まあ、なるべく明るい色でね、周りを描きたいっていうこともあって、赤系ですね、赤系でやってみます。ここに後ろの額がちょっと見えてたんですよということで、じゃあ他の花と葉っぱ少し手を入れてみますね。だいぶね、はっきりしてきたと思います。こういうふうにね、この端の方にもちょっとだけ符を入れました。花びらの形がはっきりわからないところに符を入れて、花びらの一番端っこのラインがどこかっていうのが分かりやすくするようにしてみました。で、それぞれね、葉っぱにも葉脈を入れて、葉っぱの向きが分かるようにしてみました。で、ここ二重にしてたんだけどね、解消しましたね、ここのね、二重の。こういう風になっちゃってたのでね。からここに1枚葉っぱを付け足しました。それでここがちょっとね、曖昧だったので、ここをちょっと綺麗にして、ここにつぼみを入れようと思います。で、この額片がこっちの椿の額片なんですけど、ちょっとこっち偏りすぎてるような気がしますので、額片をここ解消して、葉っぱも入れていいかなと思いますので、葉っぱの、ね、色を少し差し込んでみますね。この下の方から出ている葉っぱです。そしてここへつぼみをね、だからこの額片はこういうふうにつくわけです。で、つぼみの額片がここにありましたっていうことです。で、徐々につぼみの色になっていくよっていうことで、一応解決ができたかなっていう気がしますね。まあ、ここはあんまりはっきりさせない方がいいかなと思います。こういうことです。そしてここから、まあ、花びららしき色がちらっとこう見えてましたよっていうことですね。で、つぼみにもね、ちょっと符がやっぱり見えます、先っちょの方のね、黄色がちょっと足りませんので、しっかり願望字を濃いめに溶いて、ここへねちゃんと差し込みますね。で、しっかりにじませます。
ゃあここにねサインを入れておきますね。順序立てて書く書き方よりはちょっと難しい感じはすると思うんですけど、まあ、偶然できたにじみとかラインですね、それを利用して雰囲気を作るっていうことがすごく偶然にいい発色ができたなとかいうことにつながりますのでね、あまりいつもいつもきちんきちんと書くばっかりよりはたまにはねアバウトに書くのもいいんじゃないかなと思います。はい、完成です。